ラジオエジです。4月19日月曜日20時36分を回りました。ラジオエジの夜トレイ <laughs> 夜トレでございます。始めていきましょう。今日4月19日のテーマ。<laughs> えー、ドル円が下がっていますが、R はどんなトレードをやっているのかお話ししましょう。 参考になるかも。日本株チャンス銘柄をチェックする。やりましょう。参考になるかも。日経平均は明日も横横なんだろうかっていう分析もやります。参考になるかも。ということでやっていきましょう。えー、週末は金曜日にね、なかなか動画がアップできず、 YouTube 様のお許しがうなかなかおりなかったんですが、視聴者さんからメールいただきましたが、えー、政権についてね、えー、言ったのが良くなかったんじゃないかっていうね、そういうご意見いただきました。はい、多分そうだと思う。多分そうかもしれないんでね。あのー、はい、でもね、言いたくならないですか。 ね今も大阪ひどい、東京はひどい、ワクチンは9月、オリンピック7月、ね、えー、ということで、アメリカに行って第2、第2乗ってね、あのバイデンさんより背が低いもんだから、第2乗って釣り合い取って、えー、共同声明、発表してましたけど、 ねそれでオリンピックについて答えられなかったっていうのが、えー、言われたりあるいは夕食会やってもらえなくてハンバーガーポンと出されてねあれ今度バイデンさん日本来たらおむすび1個出しとけいいんだよ <laughs> おむすび1個出し同じですよねおむすび1個ってことですよねなんかね粗末にされましたそんな感じがしますけどね まあ、それもしょうがないんですけど、僕は結構、えー、政治に関してはね、なんかいつも、あの、いい感じを受けないんで、<laughs> 言っちゃうんだよね、時々ね。はい。えー、ということで、ちょっとやっていきますけれども、まず何からいこうか。えー、っとね、ちょっとこれを見てください、えー、皆さん。これがなんだかわかりますかあ、ちょっとこれね。 これが何だか分かりますか ?B。これが何だか分かりますかわかるよね。ここに書いてありますよね。<laughs> これ、週足ですけどね。えー、これは、ナス100の週足です。ナスダックの週足です、えー。いつがいくらだったか振り返ってみましょう。今からだいぶ前の2000、だいぶ前の2003年。 1300ポイントでした。あ、1200ポイントでした。え、そして、2011年、東日本大震災があった頃は、2300ポイントでした。ナス100。え、そして、2016年、トランプさんが大統領になった年は、4000ポイントでした。4000なんだよ。それが、ここへ来て今、 一万四千ポイントまで来ました。今日あのちょっと効果音を下げてますけどね。ちょっと上げましょうか。そこまで来ました。それで、ここで買いたいという方がおられるわけなんですよね。ナス百。で、ナス百に関しては、えー、このナス百を直接買うこともできますよ。これはね、えー、ジェームリック証券さんがね、 目立つようにここに社名を表示してますけど、チャートを使うことを、チャートが使われることを予想して宣伝しようということでね、僕はジー m o クリック証券さんからは1円ももらっておりませんけれども、で、今これナスの100ですけれども、買えるんですよね。直、直買えます。結構 JMO で買うとね、一塊がでかいんで、100ポイントで1万円かなぐらいの、 値段がね、損益がつきますんで、結構でかい。ので、あんまり大急いとはできませんが。今僕は、ナスは、この辺で売って、ノーポジレースです。また下がるのを待ってますけど、下がるのを待てない人がいるんでね。えー、ちょっと読みますけど、えー、3回目のメールです。ということで、えー、ね、S さん面白いことは書けませんが、わからないことを教えてください。 あダメですね。面白いこと書いてください。当 <laughs>、えー、方、う十歳の女性です。あの、ね、年齢。えー、ETF の何数百を買おうとしているんですが、えー、今から買ったら高値掴みでしょうか。ね、えー、こう珍しいですね。証券会社の担当の人が、 高値掴みにならないように気をつけてくださいねって言ったっていうんだよね。すごいじゃん。ここの証券会社。普通は何でもいいから買えっていう。上がりますよって言うんだけどね。ね、えー、そうやって言われたっていうことなんですけど。うーん。ナス、下がるの待ってたら買いそびれそうです。っていうことなんですけどね。で、この方、今 S さんが、だから買いたいって言うんですけど、 こんなに高いんですよ。今、週足見ましたよね。週足で見たときに、こんなんなんですよ。こんなんなんですよ。だからこそ買いたいっていう気持ちもあるかもしれませんけど、行き過ぎてんですよ。結構ね。まあでも、ナスは本当に調整しないんだよね。こんな感じで。本当になすって、ただただ上がるんだよね。どこまで行くんだろうね。ただね、 最近のこの上がり、これ、週足ですけどね、上がり方の急なのがちょっと私は気になりますね。こうなったら一回調整するんじゃねえかという気がしますけどね。いかにも来すぎ。で、特に最近来すぎてるんですけど、その来すぎている理由がさ、これ今、日足に切り替えましたよね、ナス。切り替えましたけど、 あの、来てる理由がね、やっぱり政府が、え、ジャブジャブやってるからってことなんでね。それからするとさ、どうなんでしょうね。それで、え、ナスダックの、日本株っていうか、ETF なんですが、ナスダック、え、二つある、為替ヘッジありとヘッジなしとあるんですが、ヘッジなしで見てみようか。こんな感じで、えー、上がってます。ヘッジあり26、2632。 ヘッジありとヘッジなしの違いがちょっとよくわかりませんけどね。細かくは調べてないんで。よくわかりませんが、えー、2631が一1 0 0 0円ぐらい、2632ヘッジありが1600円ぐらい。為替ヘッジありうん。何かメリットがあるのだろうか。こちちの方が少し安いですけどね。値動き一緒なんでね。まあ、あ どっち買ってもそんなに変わらないんじゃないかなと思いますけど。これもさ、見ていただいてお分かりのように、まだこれ上場して間もないので、あんまりね、2 0 0 m m もないし、2 5 m m もできたばっかりな。えー、っていう商品なんですが、高いことは明らかですね。えー、RSI がもう高いですね。なんで、こんなとこなんで。で、別に、あの、S さん 買いそびれても別に大丈夫ですよ。他にもいっぱい金融商品ありますし、これだけじゃないんで。で、別に買いそびれても損はしませんのでね。え、高値掴みする方がよっぽど怖いですよ。ええ、<laughs> なので、慌てて買いしてはないんじゃないかなと思いますけどね。はい。で、今日別に特にナスをね、特集してるわけじゃないんですが、ちょっとナスの質問があったんでね。やっぱりまだ早いんじゃないでしょうかね。 えー、やっぱり下がる時もあるので、もうちょい下がってから買った方がよろしいんじゃないでしょうか。せめて 25MA まで待ちましょうよ。25MA まで待って買ってもね、その後 25MA の下に来ることもあるんで、25MA からこんなに上がってるナスを今買うのは、完全なこれはね、高値掴みになりかねません。ご注意ください。証券会社の方の言う通りでございますよ。買いそびれても大丈夫ですからね。<laughs> 本当にこれだけじゃないから。だけど、なんかほら、これ、あの、株式投資っていうか、恋愛にも似て、もうこの人しかいないみたいな感じになるんだよね。えー、まあ、世界には70億ぐらいの人がいるんでね、この人かしかいないって、すごいね。<laughs> 恋愛感情ってすごいよね。だから、いくらでも代わりはいるはずなんですよ <laughs>。でも、もうこの人じゃなきゃダメだって思えてしまうのが面白いですね。 恋愛ってね。なんですけど、まあ恋愛とか語る年ではありませんが。えー、ということなんで、そんな感じでね、えー、ナスダクに恋しないでください。愛さん、i S さん、SI さん。<laughs> ナスダクに恋しないでくださいね。さて、いろいろ見ていかなくちゃいけないんで、えー、テーマを移していきますが、まずドル円ですね。ドル円が今日下げておりますので、ちょっと見ていきましょう。 ドル円。ドル円ですけどね。だいぶ下げましたね。ワオーって。で、僕は今日何をやったかっていうと、下げたところで、一番割と高めに売っていた売りポジション。今売りで捕まってるんですけど、売りポジションが、まあ、プラマイゼロぐらいで損切りができるようになったポジションがあったので、それ切りました。これでね、だいえい、ー、一番、 か一番たくさん持っていた、今回のトレードで一番たくさん持っていたのがこの辺だったんですけど、この時と比べて、今もポジションがね、半分よりも減りました。半分以下になりましてね。で、マイナスも120万円ぐらい減りました。どんだけマイナスだったんだろう。120万円ぐらいマイナスが減りましてね。 はあ、よかったって感じですね。まだ、まだ、まだ、まだ安心できませんけどね。で、えっと、今ね、こう来るとね、えー、もうね、会がやりたくなってきますよね。それちょっとメールいただいてるんですが、会で捕まったっていう。熊野子さん、えー、会で捕まりました。ドル円。108.9で買いから全力で投球して、もう弾がありません。アドバイスをお願いします。108.9ですから、 この辺で、えっと、買ったら落ちたってことですね。だいぶ、1円近く下げているので、結構やばいっていう感じですね。1円まではいかないけど、80ピップ数ぐらいは下げたんでね、やばいって感じですけど、それあのー、駒の子さん、申し訳ないんですけど、全力投球で、 玉がないとなったら何もできないよね。<laughs> 本当に。何もできなくないですか。だからどうしようかと思うんですけど、通常はね、これ、この 25MA が108の6ぐらいなんで、通常こんだけ下げればね、多少は上げるはずなんですよ。で、えー、っと、一つアドバイスとしては、これ、ここ落ちてきてるんですけど、上がって、 5m まで来たら108の60ぐらいなんですけど、そこで切るといいですね。じゃあ、その、さらに上があるかもしれませんけど、ここら辺まで来たら切るといいんじゃないかなと思います。そうすると割と楽に切れると思いますね。で、25m まで戻る可能性もあります。25m は109の20なんで、えそこまで、20ぐらいなんでね、そこまで戻る可能性もあるので、まあそこまで待っててもいいかもしれないと思いますけど、ただ問題は、このドル円がね、 200MA が105あたりにあって、まあ、昼トレで何回も言ってますけど、結構割高なんでね。で、ここで買った場合、割高にな、割高のところで買っちゃってるんで、103円とかね。103円とかで買ってればいいんですけど、108円とかで買ってる場合は結構割高なんで、このままズルズルと落ちてって、200MA まで来て1 0まで来たらどうしようっていうのも考えなきゃいけないんで、で今もう何もできないっていうことであれば、 どっかに、ここは損切りっていうふうに決めて、そこで損切りしないと、とんでもないマイナスになっちゃいますよね。それは気をつけて、えー、ちゃんと損切りラインは決めておいてくださいね。 それで、まあ、あの、資金の関係もあるんでしょうけど、一発で全力投球しても何もないっていうね、そのやり方で、100ピップスぐらい逆行したところで、えもう何もやりようがないな、何も対策が取れないってことになりますと、それはトレーディングの仕方があんまり良くないですよね。え僕なんかはだから、小刻みに売って、売って、売ってとか、買って、買って、買ってって帰っていく,くので、 いろいろやりようがあるんですよね。で、まだ余力を残すので、やりようがあるんですけど、やりようがないと。もう、あの、方法がないとなったら、もう切るか耐えるかどっちかなっちゃう。で、ね、それだとね、操作ができないんで、もしあとポジションがね、立てられるんだったら、買いを買い増しをして、まあでもちょっと早いですけどね、1円以上離してから買い増しした方がいいんですけど、買い増しをして上がるのを待つとか、いろいろできると思いますね。 えー、まあ、僕はあんまりあの両立てはお勧めしないんで、両立ては良くないと思うけどね。で、僕も今あの、の今売ってて、ここまで来てだいぶ楽になってきたんですけど、こうなった時にね、誘惑があるわけですよ。これ上がるんじゃねえかな。あの、熊野子さんに申し上げますけど、上がるのがね、ここは少し上がるのが普通のチャートなんですよ。希望を言えばね、熊野子さんにとってのご希望、希望になると思うんですけどね。 僕もこれは上がるんじゃないかと思って買いたくなるんですよ。売りポジ持っていながら買いポジを買い入れたくなるんですけどただ僕は今回っていうかねこういうふうに売りでやってて下がってきた時にこうちょっと戻るから買いポジ入れたいなと思う時どうするか入れません。僕 <laughs> は入れません。買いたくなるんですよ。なんでかって言ったらごちゃごちゃになるんですよ。 えー、ここで買いを入れると、売りもあるし、買いもあるってなると、ポジションの操作をね、結構誤ったりするし、まあ、両立てでやれないことはないんですけど、ポジション操作を誤ったりするんですよ。スピード発注とか使うとね、しっかり落ち着いてやれば大丈夫なんですけど、ね、で、めんどくさくなる。で、うんと、上がってきた時に、まあ上がる、がもし上がれば、上がってきたところで、 えー、そのプラスと売りのマイナスを相殺して切っていくんですけどまあね何て言うかなめんどくさいんですよそれで僕は今はもうこれどうせ時間かかるの分かってるんで上がってきたらまた売りますあくまでも僕は一方向でやりますねその方がね何て言うか楽というかね分かり分かりやすいっていうかうと要するに今だったら下がってほしいって思ってればいい,いいわけですよね だけど、買いも入っちゃうとね、上がってほしいのと、下がってほしいのと、分かんなくなっちゃうんだよね。上がっても下がって、一番まずいのが、ここで買い入れた時に、さらに下がった時に、買いでマイナス、売りでマイナスっていうじょ、まだこの辺だとそうなる。もうちょい下がれば大丈夫なんですけど、まだこの辺だとそうなるわけで、な、わけ分かんなくなってしまよ。で、そうなってこう、もっと下がった時に、ああ、なんだ、買っておかけ、買わなきゃよかったーってなるんですよね。 なので、僕は一方向でやるんですけどね。えー、両立てはね、結構、ま、使う時もありますよ。たまにありますけど、良くないんですよね。えー、今までだいぶやってみましたけど、あんまり良くなかったですね。で、特にあの、こういう高いところでね、もっと上がったら怖いっていうんで、ここで買ったりすると、こうなるわけですよね。そうすると、売りで損、買いで損、両方損でもえらいことありますからね。 で、今度、売りを、売りが切れてもね、売りが手仕まいできてもね、買いが残っちゃうんだよね。しかも高いところで買った買いが残っちゃうから、もうめんどくさいこと好めないんですよ。なんでね、その辺は気をつけていった方がいいと。で、今、ノーポジュの場合はね、ここで買えるかっていうと、買えるは買えると思うんですけど、うーん、105まであり得るんで、105とかまであり得るんで、それ考えた時に、ここで買いますかって話だよね。 もうちょいしっかり下がってきたところで 200MA よりはせめて日足の 200MA あるいは下で買わないとやっぱ高値掴みになるのであまり良くないんじゃないですかねっていうことですねその辺をよく見て判断してほしいんですけど熊野子さん、えー、上がるといいんですよね上がるといいんですけどねこのまま行っちゃってもおかしくないチャートっていうか動きはそうなんですよね 今日も全然買いが入らないんでね。こう少し買い、これ5分チャートですけど、ドル円。少し買いが入ってるんですけど、弱いんですよね。なんでね、あんまり買ってもね、あ、こっからはね、こっから上がらないかもしれないんでね。結構ね、今回相場がポロッと買っちゃってるよね。で、まあ、ああの、シーズナリーって言いますけど、その、えー、季節性から考えると4月は下がるんですよ、ドル円ってね。 4, 4月は下がりやすいっていうのもあ,あるので、結構そういったね、季節性っていうのも結構絡むんで、僕はあんまり季節性でトレードすることはしませんけどね。なので、これひどい下落ですからね。えー。でも、どう ?RSI なんかも、もう、あ、でもまだ23なんだね。これが0まで来ると反発するんで、まあ0までまだ間があるので、もうちょい下げるかもしれないっていうね、ことなんで、 熊野子さんは、まあ、全力投級しちゃったんだったら、どっかで切るって決めて切るか、そうか、もう超長期戦でもうそのうちまた上がってくるわっていうんで、上がるの待つと。ちなみに5月っていうのは、ル円は上がりやすいです。5月はね。ただまあ今、こう、相当高いところにあるので、どこまで上がれるかわからないんですけど、5月は上がりやすいって言われてるんですね。でそういう季節性って結構当たるんですけどね。 僕はだから今、えっ、ー、と、もうただただ切ってるんですね。で、できるだけ、あの、マイナスを出して切るのは嫌なんで、マイナスを出さずに切ってるんですよ。で、ひたすらポジションを減らしてるんですね。で、それはどうして減らしてるかっていうと、もう一回上がってきたときに対応できるように減らしてるんですね。もう一回上がってくるだろうと思ってるんですよ。僕はこのままストレートに下がれば、えー、下がるんだったら別に何もしなくても、ただ待ってればいいんだけど、 こんだけのトレンドが出たから、一回調整してまた上がると僕は思っているんですね。で、それに備えとかないと良くないんで、それに備えるトレードをしている。僕は。っていうことなんですけどね。で、両立てをしない。で、また。で、最後は僕は200円目まで落ち着いてくると思っているんですね。それに、そういうストーリーでやってる。そのストーリーがまた成り立たなくなったらまた考える。っていうふうにやりますね。だから皆さんどうやってやってるかわかんないんですけど、 で今回僕失敗トレードなんですよね。ドル円で失敗することはあまりないですよ、僕は。で、大体リグってリグってリグってで、まあ、えっ、ー、と、プラスが積み上がっていくことが多いんですけど、今回珍しくっていうかね、まあ、ドル円の方の動きは珍しく、強烈な上昇トレンドが出てしまったんで捕まってしまったんですね。これは僕のやり方だとあり得るんですね。 でそうなった時には間を広げて広げて広げて難品して売り増しをしていってできるだけ平均売り単価を上げていくそれで、えー、さらに下がってきたらその一番高いところで売ったやつの利益と一番安いところを相殺するみたいな感じで下がってきたところで、えー、相殺して相殺して最後ゼロにしていくっていうそういうやり方で失敗した時は、えー、儲けようとしないでゼロにしていきます。 僕が今だから熊野子さんだったらやっぱ買いを入れてきますけどね。なんとかなりませんか予算。<laughs> 予算。予算なんとか入れて、会、えー、を入れていく。ただもうちょい、えー、108の9から買,う買ってるんだったら107の9とかね。えー、そのあたりで同数。最低でも同数。今5だったらもう5入れる。 今10だったらもう10入れるみたいなことをして、えー、平均単価をね、下げていきますね。ただこれ、こ,んこの高い位置なんで、僕だったらうー、ここら辺まで来るまで待ってから買うけどね。<laughs> こうだいぶマイナスになりますけど、でその時に、えー、強制決済されないように厚くお金入れとかなきゃいけないしとかね、いろいろあるんですけど、えー、そのあたりがどうなんでしょうね。とにかく、あの、 全力で一気にっていうのはね、本当に外れたら終わりなんで、全力で一気はね、やっちゃいけないですよね。熊野さん。これからは気をつけてください。日本株の方に行こうかな。今日は、ナスとか今ね、えー、ドル円やってましたけどね。えー、っと、日本株のチェックの方に入っていきましょう。えー、日本株なんですが、今日日経平均から、 ててててててと見ます。で、えっと、僕の R チャートで、えぇ、ー、ね、ちょっとまず数値を見てみましょう。え今日の OBK の値段ですが29,685円でした。2円高。なんじゃそれ。えー、まあ、R 式返り0.52%。やや、やや高い。やや高い。でそんな感じで、まあ横ばいですよね。 で、二景気のチャートを見ても、なんじゃこれっていうね。横横横横横横横でも本当横横で、29,500円から3万円の間に終わり値が大体揃って入っちゃってて、ここでもこの500円のレンジ、もっと言えばこのぐらいのレンジかな、A、の中に入っちゃってるっていう感じですね。 で、まあ、3万円がなかなかね、遠いんで、えー、3万円は遠くていけない。で、2万9500円もサポート結構ある。25円目がしっかり支えてるっていう状態です。で、今、夜どうなってるか、ちょっと見てみると、夜、日経平均ね、先物ですけれど、ぽい。500円台まで下がってますね。で、これ、日足です。先物の,の。横横ですよね。 で、えー、5分足を見ると、えー、いやいや下がってる。僕、ま、はあ、今日昼間の天気予報の、えー、っと、この辺で、この辺でね、売りだーって言いました。その後上がったんで、このやろうと思ったかもしれないけど、ほら、売りじゃん。ねえー、結局取れるよね。100円、200円取るんだったら、こうできるんじゃないですかって。200円は取れてないか。100円ぐらいしか取れてないけど、100円ぐらいだったら、 長く持っていれば先物で取れましたねっていう話ですね。なんですけど、えっ、ー、と、今はまた低いところ来てるんでね。で、明日は多分そんなに下がらずに、だから、どうなんだろうな、今のこの29,600円とかいうところって、割と最近で言えば低いんでね、売り、えー、買いが検討できるかもしれない ようなな場所なんですけど僕は会員はやらない方がいいと思ってるんですよね、えー。25円目からこぼれてきたら2万9000円あるんで、ね、逆に3万円を抜いていくってことはあんまり今のところ考えづらいと僕は思っているんですよね。で3万円は今、えー、2月15日以降を9日し格を入れてなくて、えー、3万超えの確率が20%っていうことで、 2月15日以降44日間の間でね、20%です。あ、19日で。あ、もっとだから今日これ更新してないですけど、もっと下がってますよね。なので、20、まだ20切らないと思いますけど、20%ぐらいなんでね、そこを考えると、8割方3万円を超える可能性が今のところないみたいな感じになってるんでね。まあ、そんな確率の取り方って正しいかどうかわかりませんけど、 えー、株価に関してはね。ただまあ,あ、なかなか行きづらいことは確かです。3万円の上はね。そんな感じになっているので、また明日も横横なんじゃないですかね。上、フラット言っても、この辺、800円ぐらい。で、えー、下に来ても、まあ、500円ぐらいっていうところで、横横。 で買いができ、500円まで来れば買ってもいいかもしれないけど、滑って下来ると29,200円ぐらいまであるので、前もこれ8,000円台はあったじゃないですか。28,400円とかね、あったんで、そのあたり考えると、えー、売りから3万円に近づいたら売る。3万円に近づいたら売る。でいいんじゃないですかね。えー それから R30 の銘柄群なんですが今日 IR がドスンと落ちてしまって間に合いましたがねこれ1万7000円2000引いてもうそろそろいっぱいでもうちょっと上もあり得るけど手締まった方がいいって言ったんですけどねこういうさ決算機って急落があるから困りますよねデジタルアーツは安値県に一応来てますがこんなところなんで ね。一応直近では、すごい近いチャートだけ見れば安値圏ですけれども、こんなとこなんでどうですかって話ね。えー、GMO も安いは安いんですけど、こんなとこなんですよ。GMO もね。グローバル。だから、そんなに本当に安いわけじゃないと。伊藤忠は横ばい。あんまり弱くない。 この3563のフードライフって何だろうスシローですよね。スシローくん。スシローくんは、えー、下げてきまして、さらに下げるかどうかの分岐点にありますね。はい。えー、スシローについては、誰かご質問があったような、迷える二郎さんからしたっけあ、違った。<laughs> ごめんなさい。違う。えー、っと、 違ったなごめんなさいちょっと誰かから質問があったんですけどあったあったたけさんかたけさんからスシローどうなりますか売ってますっていうねあれ <laughs> 売り推奨はしてないよしてないけども確かにねこっから僕が引いたラインが結構ぴったりぐらいに上ま抵抗になりましたけどこの後どうなりますか売ってるんですけどっていうね普通は こここの強強いいチャートだととうううややっっっててて戻戻きまますすよろしんでね、ねでまた上はちょっと厳しいなって感じで、で、もう一回ぐらい、今度、今度降りてくると、もう一回ぐらい下落かると、今度は結構25円目の下に来て、えー、しばらく25円目の下で迷うんじゃないですかね。で下手すると200円目ぐらいまで調整してくるっていうね。 で今は一旦ちょっと下げてるだけなんで、ええー、まあ、この、このぐらいもあるかもしれないけど、やっぱり上にね、また戻していこうとする動きになると思いますね。竹さん。そんなふうに思いますけどね。ええー。まあ、そんな動きになっているんー、ライフ、フー,ド,フードライフ、スシローですね。 えっということで、まあ、今、この辺、レーザーテックはね、まだ上がってってますけど、でもね、で、まだ行くような感じですけど、まあ、これもね、調整したら大きくなりますよ。だから、リグッといた方がいいと思うんだよね。というような、特に今、やっぱりレーザーテックがね、まあ、半導体今、旬ですから、えー まあ、強い銘柄はね、半導体絡みだったりは強いんですが、伊藤中テクノソリューションズも、もう、もうこんなもんだということですね。なので、R30 については、高いやつは出じまい。安いやつは買いたいんだけど、どうでしょうっていうね、IR もね、調整しすぎなんですけど、 えー、高根県でまあ見通しが悪くなって下げたやつなんでもうちょっとしばらく低迷しますんでね同じようなパターンだったのが、えー、大福です大福も大福も、えー、これここなんですけど見通しあのあんまり良くないよぐらいの話、えー、見通しが、えー、あんまり良くないよぐらいの見通しでどンと落ちてあと低迷しちゃってるんですね でそういうふうになってもおかしくないので、えー、まあ、株価修正的にはそうなることも多いので、IR はしばらくは様子を見てください。大福もそうでした。決して業績悪くはないのに、あんまり見通しが良く内容的なところで、あ、これは確か大福は決算発表があんまり良くなかったのかな。それでよかっと落ちて、だともう低迷っていうね。そんなふうにもなりかねないんでね。 それから注目銘柄ですけれども今日カルビーくんがまた下げてきました2400円もありえるというカルビーくんが下げてきました皆さんシートベルトはしっかり締めておられますかで下げてきたら下げてきてもシートベルトをしっかり締めて耐えてそしてもっと来たら買い増しをする。 ただまあ、あの、今、こんだけ日経平均が高いところで、え安いので、日経平均がもしも大きく調整したら、もっと下がるんじゃないかっていうね、恐れもありますんでね。まあ、そういうのも本当含めて、どうするかを考えていくのが投資なんですよね。僕はね、これいいと思うんですけどね。まあ、何回か、3回ぐらい変えるぐらい、も、あの、資金があればね。 100万円ぐらい資金があって、3回ぐらいに分けて買っていくんだったらいいと思うんですけどね。でも、そこまでカルビーに、えー、思いが、えー、思い入れっていうかね、買ってもいいと思えるかどうかですね。それは調べなきゃダメで、なんかこう、面白そうだからとか、よくポテチ食べるからとかいうようなレベルで買ってもダメなんですよ。ちゃんと業績とかいろいろ調べて、自分で納得して買っていかないとね。 2269もさらに下げて、伊藤園もさらに下げています。売りのアスクルは上がってますね。2875はまたさらに下げてますね。日清食品2897も下げてますから、えー、安値に来てる銘柄がさらに下げていってるんですね。から3903のグミは売りですけど、こういう時に上がってるやつって、えー、さらに突き抜けていく可能性もありますよね。 あんまり相場が良くない時に上がってるってう方、よっぽど強いわけだから。武田も低迷。まあ日経平均が横ばいで相場に元気がないので、安値銘柄は変われませんね、今のとこね。まあそれも含め、どうするか。オリエンタルランドもえ今日天気予報で1万2000円ぐらいがいいんじゃないかって言ってたんですけどね。あ,あ、これはそうか、夜トレでも行ったか。と思いましたけど。 日本板ガラスは売り推奨ですけどね。大丈夫じゃないのかなと思うんですけどね。そろそろ売っても。エバラが下げ渋ってますので、そろそろ売り売ってもいいかもしれませんが、もうちょい降りてくるんじゃないか、6361。売り。東芝はもう触れませんという昼間も言いましたね。あと、割りベースで見たときに、これが買える、西日本とかもね、だいぶ安いんだけどね。 名古屋鉄道とかも本当に安いんですけど、まあなかなかね、まだ低迷するかもしれないって考えると、どうでしょう。このあたり安値銘柄ね。で、ファーストリテイリングはまあ高いのでなかなか買えないですけど、9万円付近でもみ合い中。えー、昨日僕、あのユニクロの下着パンツ、<laughs> 買ってきたんだけど、 えー、窮屈で、なんか、窮屈でね、えー、ダメだったんで、今日返品してきました。ね、同じ M サイズでもね、型によってね、違いますよね。これでは、ね、ちょっときついなということで、返品してきましたけどね。平日は結構空いてましたけどね。 まあそんな感じで、安いのは変わらずですね。このあたりなんですけど、さらに下げていっているので、どこで買うか。そして下げた時どこで難品するか、えー。カルビーなんかは300円は取りましょうって言ってるんですけどね。来なければやる必要ないです。難品する必要ないです。で、来たら難品すればいいです。 ここまで行くまでにやっちゃダメですよ。意味がないから。ただ株数増えるだけだから。しっかり待ってから断ン,ンしなかったら断ン,ンの意味がない。のでね。この辺今日も終わり値ベースで見ても変わらずですけど、9006の景品とかが本当にこれ安いとこ来てますけどね。本当に安いとこ来てますけどね。どうしますかっていう感じです。 鉄道はどうなんですかね。まだまだ続きそうな今日、この頃なんでね。気をつけてってください。ということで、今日はドル円の話を結構したり、ナスの話を結構したりしましたが、えー、予定通り日本株、日経なんかも見てきました。えー、日経は明日も横でしょう。29,500から 800ぐらいの間で動くんじゃないですか。売りの材料もない。買いの材料もない。夢も希望もない。<laughs> そんな感じ。えー、僕も今最近ちょこちょことね、ちょこちょこと日経平均は、えー、とデートレード的にやっているんですけどね。今日はここまでです、えー。また明日、えー、一週間頑張っていきましょう。では。